行くぞ、三本目。絶対ここ鳥だかないっすよ。アクエリの CM 来るかもな。またな夏が似合う男だ。はい、さて。で、こんな感じで、はい、そう。あー、疲れー。うわー、びっくりした。ちょっと待って。お疲れー。お疲れーす。お前らも、来い。ちょっと写真、喋ってる風にして。駿河団地で一番優しい先輩は？絶対俺やろ。ねえ。ダメっすよ、ダメっすよ。じゃあ、コウキ。二人にしましょう。はい、普段。じゃあ。多分僕ら二人の方がいい。コウキ。だけの方が多分。まとまる。あと。みんなでこう話せる感じだったらあれかもしれない。この画角多分。じゃあ、コウキ。あ、じゃあこうしようよ。みんなで、はい、この駿河団地っていうのは、はい、今チームなんですと、はい、だからこうエンジンを見せてやりましょうよ、じゃあみんなに、うん、ね、そうします。そう待って何個か取ろう。いや、エンジンはやめた方がいい。あの、階段うわーってなな。じゃあうわーって、あ、みんなでハッカーみたいなのを言うよ。じゃあうわーってな、みんなで今日いるメンバーでうわーって。あー、いいかもしんない。勝つぞーみたいな。あー、なるほどね。駿河団地は上がっていくみたいな、うん、いいよ、座ってそうだね。あとはどうしようかな。全員組んでいた方がいい。確かに。ああ、なるほどね。サオちゃん以外。確かに。そういう感じで。コウキくん、できる？かわいいな。なんかかわいいな、お前。ああ、そうだね。ゲイにモテそうやんな。コウキ、なるみにさ、気持ちの作り方を聞いたら。いや、これ多分僕めっちゃすごい偉そうな先輩として映りますよね、これ。いや、でも、いや、でも聞いた方がいいよ。うん、聞いた方がいい。聞いとけよ。まあ、ここは星座で。星座は星座で。いや、でも、トミーさん、これが大事なんですよ、ボクシングって。絶対、上下関係っていうのが大事なんで。まず、そういうの知らんやろ、だって、お前、高校からやってないから。お前、もうやばいからね、高校とか、お前。ほんまに。それはでも、経験することが一番多分僕はでかいと思うんですよ。うわぁ。大きかった。だって、今、人間関係の中で、もう、上下関係って一番大事じゃないですか。もう、分かってないもん、お前ら、正直。ほんまに。ほらな。お前、高校の時やったわ。そんぐらい、もう、まあでも、あ、そう、その時、後期。その時、先輩喋ってもらってる時に、目見る、目。おぉ。まずそこ大事。おぉ、いいね。これ一番大事、それ。目見る。もうそう。あいだ、普通の時、目見た方がいい。そう。ボソ、あ、そう、今、目そらすな。ヒカル君は、すごい。ヒカルはしっかりしてるわ。もう本当になんか。ヒカル君はね、本当につかみがうまい。ほんまに、かわいい。ヒカル君のみんな真似した方がいいと思う。本当に。その挨拶の仕方とか。いや、だってさ、普通に来てさ、待って。やっぱより、おっしゃっす。ああ、これ全然違う。これ光くんがこれやから。確かに確かに。笑顔は大事やな。そう、笑顔。笑顔と目見るやな。そう、笑顔と目見る。これやるだけで全然変わるから。これも強さの秘訣かもしれない。確かに。ね、これ。そうですね。絶対大事。じゃあそれを。来たら、こうきくん、絶対上がるわ。絶対上がる。今や、目そろそろ。ずっと目見といたらいいね。そう、見といたらいいよ。なんか、日本人って目そらしがちらしいね。外国人からしたら。外国人ってずっと目見てるらしいね。確かに。そう。で、それは、なんかこう、心の中で、こう、なんかこう、人からしたら、なんか良くないこと思われてるのか、なんかこう、不信感が多分湧くねんな。で、ずっと基本的には目見といた方がいい。うん、基本的には。やあ、大ちゃん。っていう、はい、何の動画やねん。あ、分かった。発声練習や、まず。
恥ずかしいとかなし。あ、そう発声練習で、あ、では光くん、この間のね、CM のわーあれわーって言ってみ、一回やってみよう。誰も聞いてねえよ。カメラに行って、カメラに向かってこう、うーうわあやってみよう、やってみよう、うん、おさいよ、やりやり、ちょっとこれはちょっとかわいそうねえ、こうやって自分できへんねん、これはちょっとかわいそう、つばさん、つばさんやってみ、いや、ちゃうこれは、性格もあるんでこの強制は良くないです、これ悪いところなんです、アリキラ。何でもやってるんだから。ネーミロ言っとったんで、お前強制やろ。それはだって誰でもできるよ。なんでお前、わーぐらい誰でもできるよ。いや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 、それは。海星くん、ゆうせくん、どうぞ。いやもういい。そこはできへんで、できるぞ、みんなできるぞ。なあ。一番大事なのは目よ。やれ、別にやらんで、やれ必要がない、いけ、やれお前のみこっちたち、腰上なるさん、こっちたち、何もない CM 撮影でわーやった、そうあれほんますごいなと思って、あれ僕見て、僕 CM 出んでよかったと思ったんですよ。あれ僕できへんわ思って、テンタロウできてなんか斜めで睨んでるみたいな、僕と並びさんだけわーって言うんで、テンタロウ何のポーズそれめっちゃクールにカメラ触って逃げるんだシーンになって、そうなんや、そう俺らだけ叫ばされて、やっぱキャラやろな、だから君はあれよ、いや、でもコウキ君でもうわーってできたらこれもエネルギーやから、恥ずかしくないっていうエネルギーやから、確かにリング上がるときって結構恥ずかしいねん、それはなんでかというと裸やから、なんか人間って裸と服着てる状態でみんなに見られるのちょっと違うくて、で服着てる状態で、じゃあ裸の状態でみんなの前に脇毛見してわーってできたらもう何も恥ずかしくない、じゃあその境地に行こう、今日このもうここ手助けがあって今これできたらもうさらに君は一ステップアップするんだ、コウキくん特集よし、よし、行こう、歩いてこれでコウキくん強くなるで、これができたら強くなる、よし、強くなるほんまに強くなるで、この恥ずかしさっていうのはないから、いらんから、タオル置こうか、まず、うん、さらけ出そう、やれ上がるぞ、コウキの気持ちは。コウキの前に。ユウセイ君。ユウセイ君。ユウセイ君の出番だろ。よし。ユウセイ君の入場で。わあ。ユウセイ君、KO だ。おもろすぎる。なるみ今日の終了です、うん、チームなるみ、ね、ありがとうございます、いいすか、はい、翼と二人でちょっと写真話してるとこ撮れてもらっていいですか、はい、了解です。